はいどうも、さとめ、りく、さとめ。今回の動画はこちら。今日僕全然聞かされてないんですよ。何するんですか。まあね、このグリーンバックが分かるのに。そう、僕たち初めてのグリーンバックです。めっちゃすごいこれ。今回はね、そうゲームでございます。あ、ゲームやるんだ。水溜りボンドさんがやってたんだけど、なんてゲーム。これね、Life is a Game っていう、赤ちゃんから老衰まで、人の一生をね、こうシミュレーションするってゲーム。Life is a Game。 そう、俺たちの人生じゃどうなんのと一回シミュレーションした。あ、もう人生をやっていくゲームなんだ。そう、なるほどね。いろんな選択があって、その選択でエンディング変わるんだよね。あ、ハッピーエンドになるかもしれないし、バッドエンドになるかもしれないみたいな。人それぞれだから、そらめくんが本当は送りたかったような人生。まだ1回目の人生だけどね。そう、まあとりあえず2回目になった気分で2回目になった気分。あ、まあそうね、今までのこれプラスこのから先もね、ちょっとお金持ちになるためにどうしようかなみたいな。そうそうそう、あ、そう、僕お金持ちになりたいんですけど、考えれることができる、これで。はい、やっていきましょう。レッツゴー。で、それじゃあね、さだめくん、はい、スタートしててください。このスタートボタンやれば、この YouTube のマークみたいな感じで。これもね、あんま知らないんだけどね。知らないんか。そう、じゃあやっていこうか。はい、スタート。スタート。バブちゃん、こう選択とね、ジャンプ、あのジャンプでこう取りたくないものは取りたく取らないで、ジャンプ、選択、ジャンプできる。え、選択、あ、ミルクを取るのよ。ミルク、ミルク、で選択ボタンを取った時に選択をするの。選べるんだ、自分。それ先に言わんか。遊びたかったら遊ぶ。遊ぶ、はい、遊べるのね。子供になりました。バブちゃん、はい、選択。あ、ちくしょう、選択。え、色、あ、落書きしちゃった。だいぶ悪いぞ、落書きじゃない。でも、怪してあげる、怪してあげたい、怪してあげたい。でも、落書きもした。これね、いろんなやつが変わるんだよね。このペンキを取ったところない。これめちゃめちゃ、これ悪書きになってます、今。絶対悪書き、やばい、悪書き。あ、でも俺バンドマン。バンドマンなりたいですか。バンドマンじゃあもう音楽大好きだからね。復活選びましたね、バンドマン、うん、バンドマン。ジャンプで、これね、うん、音楽のやつを取んないとダメだ。バンドマンなれないんですよ。なるほど、勉強はいいわ。いや、これ友達ですね。あ、友達、え、友達。あ、いい、悪そうだ。いけてる友達だね。いけてる友達。あ、来た。あ、悪いことないわ。ね、早すぎてね、ちょっと、あ、女の子。女の子しゃべれなかった。あ、社会人になっちまった。大人になったね。え、お金だね、これは。お金、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 お金。でもなんか、え、欲しいだろ。雨降ったね。あ、待って、ちょっと選択。あ、上司、上司、上司。ファイト。あ、はい。え、え、プレゼンしてるね。え、なんか待って待って待って、雨降ってる。え、なんか元気なくなっちゃってる。いや、元気、なんか失敗してるわ。元気なくなってんだけど。なにこれ。え、お花屋さん、こっち。お、お、買いました。お、いい。お金がないから車買えなかったんじゃない。そうなんだ。バスだ。バスも、バスしか乗れないんですよ、車買えないから。あ、そういうことか。なんか寂しいな。え、はい。あ、え、告白した。あ、やった、いった。え、告白成功。結婚した。あ、二人になったぞ。あ、待って、いろんな女性いたけど俺一人目の方に。まあ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 、え、ピクニックはしたい。あ、なんかラブラブ、ラブラブ、チャリンコも乗りたい。ラブロブ、ラブロブ、ラブロブ言うて、なんか、え、あ、え、離婚、離婚。あ、違う、家庭だ。家庭よ、家庭。走ってる、走ってる。おじいさんになった。ちょっとおじさんになったね。おじさんだね。なんかでもジャンプ面白い。あ、お金、お金。なんかタバコのゲージがあるから、タバコ取ったら多分健康が悪くなるんじゃないかな。あ、タバコ。何これ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 。選択、部下。あ、なんかでもダイヤマーク取れなかったな。お金はしっかり取ってこ。あ、また不調になってる。むずい。待って待って、ラーメン、ラーメン、ラーメン食べたらデブになっちゃった。ラーメン食べたらデブになっちゃった。家だね、家、家買えなかった俺。お金なさすぎるんだわ。やばい。あ、ボロい、ボロ。え、おばあちゃんいるよ。でもおばあちゃんはいるけどね。本当の幸せは、あ、あ、あ、具合が悪くなったね。ジャンパーできんだね。ジャンパーできる。あ、怖くなる。あ、ライフゲージが全然ない。やばいやばいやばい。あ、あれ、これは、あ、おしまい。待って、あれ、一人だ。おばあちゃんどこ。え、これは楽しみを学んでみる。え、あ、亡くなった。あ、でもおばあちゃんいるよ、よかった。あ、でも悲しんでくれる人はいるんだね。彼は貧乏な会社員として生きた。え、いいの俺ら、これ YouTuber で頑張ろうって。え、 YouTuber じゃない人生はこれかもしれない。彼は貧乏な会社員として生きてしまった。やばい、怖い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 。趣味を楽しむには生活がギリギリで。あ、続きあったんか、そういうことね。友達とは距離を置いて。友達いないんだ。あら、
大丈夫、俺ら友達だからね。今はね、そう、うん、第二の人生はこっちだから、うん、妻には冷たい。そんな最低ね。冷たかったの。最低なやつやん。最低じゃん。めちゃめちゃ俺友達多いしな。人に優しいしな俺。彼は人々が氷のように。めちゃめちゃ優しいからな俺。本性はこっちなんだよ。おい、おかしいおかしいおかしい。俺めちゃめちゃ優しい。ねえ、俺めちゃめちゃ優しい。彼は他の人に心を配りすぎた僕は。何だったんだ。ああ、まあでもや、なんだろう、この人にね、こうやってあれだよね、優しいがゆえに配っちゃったんじゃないの、知らんけど。本当の優しさはみんな知らなかったんだ。そう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 、なんか何も言わないから気づかなかった。戻った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 。あ、今まであなたに何をしてあげたんだろう。あ、そんな悲しいでかまんの。すごい、なんか辛い。いや、見てるか。やめて、いや、そういうこと言わんといて。やれと言われたらやらないと。いやー、別に俺友達というよりは、トントンと言えるだろうな。なんか悲しい気持ちになってくる。ちょっと待って、すげえ。なんか、ボリだけど友達というよりは、ほとんど他人、ずっと他人、他人としか伝わってこない。なんか、距離感取りすぎちゃった。合わなかったじゃん、大体ずっとなのに。特にギターは脳が変になりそうだったんだ。無理してたのね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こんな人生はやだ。こんな人生はやだ。でもしょうがない、でもこうシミュレーションで出ちゃってるから。おしまい。おしまい。次僕かな。どうぞ。3人やります。3人じゃあスナディ僕やります。じゃあ次スナディかな。じゃあ次はね、スナディの挑戦です。2人いきます。ジャンプジャンプジャンプできないと。まだできないの。そう、おじいちゃんはジャンプできない。まず選択しなさい。おー、ほら、なにこれ。開幕から全然俺選択、この選択肢を得られてない時点でダメだったじゃん。赤ちゃん一人で生きてきたからね。確かに選択。ほら、遊んでもらえた。だって俺さ、それ知らなかったよ。怪してね、偉いね。これペンキやったら悪い気なんだね。ダメ、あれこれ、ゲーム。あ、びっくりした。ゲーム。なんだ、なんで。なんかニコちゃんマークがなくなってったね。あ、はい、タバコの取りすぎで、あなたは死んだ。ゲームオーバーです。ずっと言え。まあ YouTuber として行きたいんで、うん、まあ、YouTube っぽいやつがあるっぽいやつがあればね、こう破天荒に生きていきたい。うん、スタートしていきます。はい、僕ら2人の見てるから何がダメなのか、ね、結構ずらかるね。もう一回やりたい。もう一回やりたい。ここで選択取るんですよ。絶対選択しないといけない。で、これお父さんとお母さんがいるからもう取りやすいんですよ。取りやすい。このミルクが取りやすい。この元気元気だね。元気元気だね。これ遊ばせてもらってね。これね、赤ちゃんはね、あやせばいいんですよ。どんな人に育つんだろうか。落書きしないの。さだめくんずっと落書きしてたもん。そうそうそう。なんだか分かんなくて多分落書きしてたんでしょう。うん、俺はね、なんだろう、ちょっとやっぱ画家ですね。なんか、アーティスティック、そうそう、アーティスティックな。それでね、本を、なんかおた、いやでもね、オタクの友達は一回楽しいんですよ。なんかオタクの友達は楽しい。そいつは？そいつはイケメンはちょっとね、嫌なやつ多いんでね。女の子、女の子いらないんだ。女の子まず、そんで、まずは学生時代はね、うん、やんちゃ坊主とは遊ばない。そう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 。これね、あ、大人になっちゃったよ。大人、でもね、こっから社会人になってから、ラーメン食ったね。あー、チキンも食ったね。避けらんね。おお、さあ、こっから頭こっち選択しない。これはここはね、ダメなの。仕事に、いや、もうこれずるいな、これずるいぞ。ずるい。さっき普通にやってたやろ、絶対知らんかったら。あ、さて、ここは結婚じゃないですか。あのね、花束こっちはね、なんかこっちの花束なんですよ。お、車買える。でもね、車買わないんですよ。買わない、車買わないんだね。バスは乗るんです。そう、なんかね、僕ね、意外好きなのはこのちょっと黒い感じの子。え、なんか、え、間違い。あ、よかった。よかった、よかった、よかった、よかった。ダメかと思った。なんか選んでんのずるい。あ、子供できましたね。おめでとうございます。いや、可愛い、絶対可愛い子供、間違いなく。これね、おじいさんになるんですが、おじいさんになったらね、ちょっと体調気をつけないといけないんですよ。うん、言うたら。お金を取りつつね。お金を、あー、タバコ吸っちゃった。タバコ吸ってる。チキンは食わない。チキン食べない。チキンとコインがサングラスかけてたら分かんないんですよ。でもお金めちゃめちゃあるんですよ、うん、お金あるってことは、え、買えない、え、あ、100、1000、1000ないとダメなの。待って待って待って、何のために俺金食べてるの。ね、何のために。これ待って、これ待って、見たことあるぞ。あ、時間取っちゃいけないんだね。俺は、え、あ、あ、嫁が、
これ。何これ何これ何これ。な。え、なんかいい。セーフ。いやいや、ラジオが嬉しい。サクセス。あ、孫。孫だよ、お孫。孫で遊ぶ。あ、いや、娘。そうです。時間は避けなきゃいけないんだね。そう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 。あ、やばい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 。お腹痛い。お腹痛い。お腹痛くなってる。終わった、終わった、終わった。見送ってもらえてない。誰もいない。え、さっき娘。おぉ。いいだろ、お前が最後まで生きてんだから。貧乏な会社として生きた。趣味を楽しめます。いや、一緒じゃん。あれ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 、待って待って待って、もしかして冷たく、もっとダメじゃん。無関心な主人。え、なんかさ、さだめくんより悪いやつじゃない？まあ、俺は二人で寄り添って生きたからね。あ、同じ同じね。あ、なんか同じだね。心冷た、二人とも。はい、お、なんかすごい、なんか楽しくなさそう。同じ。一緒じゃん。待って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 。ここでね、まあ、ちょっと人と違う。まあ、この世話するのは幸せ。あれ、すごい嫌じゃん。ちょっと嫌だな。すごい嫌なおじいちゃん。次の人生はもっと一人。悲しい。ちょっといや、めちゃめちゃ嫌なやつじゃん、こいつ。実は僕は幸せになるために他人を助けているのかもしれない。なんか他人に心を配りすぎたのかもしれないね。でもさっき同じこと言ってたぞ。仕事？どんな不満をやったって僕は返すことがない。うわ、嫁に尻に敷かれてたんだね。違うんじゃない。結構自分がなんかパッとやってちゃってたんじゃない。僕は今まであなたに何をしたか。あ、これ一緒だった。一緒ですね。いや、これ車買ってればちょっと近かったのかな、もしかしたらね。え、ちょっとあえていただくする。うわ、嫌なやつ。嫌なやつ。いや、あえての試練なんじゃない。オタクの友達。オタクの友達。すぐやめたんだ。これアーティスティックこれやる。撮らなきゃいけないんだね、アート。そうだね。うん、難しいね。僕の人生はいい人生だったんだ。後悔してることがたくさんあります。はい、ということで3人やりましたけど、3人やりましたけど、なんていうかさ、この人生は送りたくないなっていうのはあった。間違いない。人には優しくしたいね。まあ人には優しいしね。今現段階にも結構友達は我らは結構多いから。うん、俺たちだけでやってるけど。まあで、周りにも恵まれてて、まあいいように好きなこともやって生きてるんで、まあこれからね、YouTube もね、全員ね、お嫁さんに優しくできなかったっていうのが先に死んじゃうし、俺ら冷たくするし、子供いるのにとか、子供いないけど、もしかしたらさだめくんが一番良かったのかもしれない。確かにね、見送ってもらえたらね。まあでもね、やっぱりその自分も幸せ、他人も幸せにしてあげられる人にはなりたいよね。今後だから僕たちもお嫁さんができた時はこの経験を踏まえてね、経験だからセカンドライフやんな。優しさを持って接したいと思います。それじゃあまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。高評価、登録お願いします。あ、忘れてた。